未来は今の積み重ねだ。未来へのワンミニット。クラシックギター奏者加藤優太。県内有数の進学校に通っていた高3の夏、進路として選んだのはギターの道だった。僕が大学に行ってそのままこう就職をしてっていうイメージが全く自分の中で湧かなくて、卒業後はアルバイトをしながらプロのギタリストの下で学び、21歳の時スペインに念願のギター留学を果たした。こうちょっと飲み屋で弾くとかっていうと誰でも何かしらは弾けるので、それは音楽に対することもそうだし、生きるということに関してもそうだと思うんですけれども、視野が広がったことというのはものすごくあります。スペインで感じた音楽の身近さを福岡でも。帰国後音楽事務所を設立し活動を始めた。僕にとってギターを弾いて生きていくというのが生きていくということだと思うので。加藤優太、今の彼が全てをかけるワンミニット。加藤優太の未来。僕が一生懸命取り組んだものを皆さんに披露することで何かを感じていただけたら一番嬉しいです。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。